ひばりクラブをご覧の皆様、また落語界の方、こんにちは。今日はですね、アコースティック哲学がかなり私としてはとても良かったですね。なんとか教室って言って細切れにやりますとね、一つのことがこう深く入らないもんですから、どうしても自由と平等の現在をね、我々がこう自由と平等を奪われてるってことはもう僕なんかも肌で感じるんですけど、それがどういう原因かとかですね、どうしたらいいかっていうところまで、なかなかこういうところで話をしないとですね、もしくは書いたりですね、マグマグも今度のところからそういうのを書き始めたんですけど、そうするとやっぱり考えがまとまってきますね。だいぶまとまってきまして、とにかく現在の日本人が全く自由と平等を持ってないということと、それから、それを先導してるのは大金持ちなんですけど、それにプチ富豪がいて、それが悪さをしているという、そういう構造を明らかにしました。いずれにしてもですね、国民がみんなでテーブルを囲んで同じ食事をしですね、同じようなところに住んで、この日本という大変穏やかな自然環境の中でね、日本人がみんな幸福で、楽しい人生を過ごしていけるような、そういう国の形を作るってことは僕は非常に大切だと思うんですよ。そして僕なんかはその責任があるっていうふうに思ってますね。学校の時も大学の時も国立大学、僕は小学校、中学校はこれ義務教育ですけど、高等学校も都立高等学校で、大学も国立でしたから、本当にこう、自分が教育を受けてきたのはですね、他人様の税金で私成長させてもらいました。そういう点じゃ本当にこう、大げさにや日本人の方にひどくお世話になったと、いうことになるんでね、どうしてもやっぱりこの恩は返したいと、なんとか自分のできる範囲でやりたいっていう気持ちが強いんですね。ところで、大体わかりましたんでね、構造わかりました。誰が悪いやつなのかってことですね。我々が本当に自由と平等を失ってる。男女だけじゃなくて、男性同士もものすごく失ってると、いうことが分かりましてね。もう悔しいからね、このままでは。これを満足した人生になる。我々が自由と平等を取り戻す。どうしたらいいか。簡単です、今度はね。まずヨーロッパを尊敬しないこと。とにかくね、プチ富豪と言ってもいいし、エスタブリッシュメントって言ってもいいんですけど、この文化人って言ってもいいんですけど、こういう人たちはね、ヨーロッパを尊敬してんですよ。ヨーロッパが力の正義であり、嘘とペテンにまみれてるってことに気がつかないんですよ。ヨーロッパ人が背が高くて白くてっていうのはどうしてかっていうと、あれ、環境の悪いところにいると競争が激しいので、どうしても背が高く大きくなり、白っぽくなるんですよ。これ、白熊がそうですね。白熊っていうのは2万年前にヒグマが北極海に行って、北極海に行きますと、あれ一番長いんですよ。白熊が。で、色も白くなるんです。だから白熊がいなくなったら簡単でね、なんか地球温暖化がして白熊がいなくなるなんて、もうデタラメ言ってる人がいるんでね、その人に言ったことあるんですよ。テレビで。いや、白熊がいなくなるってことはありませんが、今増えてるぐらいですから、ありませんが、いなくなったらヒグマをね、連れて行ってね、北極海にぶち込みは2万年経ったら白くなりますよ、って言うんですよね。そういうふうに考えたらいいんですね。とにかくヨーロッパ人を尊敬しないこと、ヨーロッパ文化を尊敬しないこと、ヨーロッパ文化って力が正義ですからね。だから東京裁判なんかするんですよ。ねえ、日本も一生懸命戦ったんですよ。ねえ、だけど、敗れたってことないけど、これはアメリカの虐殺を止めるために、やむを得ず戦争を終結させたんですけど、日露戦争の時はね、乃木大将が相手の負けたロシアの捨て捨てる将軍を、ちゃんとした人間としてもちろん、厚遇して、しかも、捨て捨てる将軍が刑に服した時の遺族にですね、生活費を送ったりしました。これがやっぱり日本人っていうもんなんですよ。それはもう気高さが違いますね。それはこのブログで他にも日本の文人を2人ばかり紹介しましたけど、本当に気高いですよ、日本人は。今の日本人は気高くないです。文化人特にダメです。
私なんかの仲間の学者なんかでもみんな自分のことばかりです。死不幸なんですよ。つまり自分自身は不幸にならないけども不幸の腰巾着みたいについてて理屈だけ言ったりねするような人たちが多いんですよ。それでそういう人たちって本当ねヨーロッパを尊敬してて日本人の一生懸命労働してる人たち田を耕したり道路を整備したり電車を動かしたりしてる人たち毎日一生懸命子供の世話をしてるお母さんバカにしてるんですよ。本当に心の底でバカにしてるんです。ここに嫌ですね。ですからまずヨーロッパを尊敬しないこと、これをはっきりとやると。それから日本目はそれと同じですけど日本文明に自信を持つことですね。私最近日本の旧石器時代5万年前から、紀元前が終わる時までの5万年間のね、整理をしてずっと本に書いたりトラマンニュースとかそういうんで発表したりしてますけども、日本の石器が一番世界で優れてるんです。早いんです。世界は旧石器時代新石器時代って分けておりまして、新石器時代になって初めて摩耗石器というのが出てくるんですけども、日本ではもう旧石器時代と言われる時代にですね、すでに摩耗石器しかもものすごく細かい石器が出てきましてね、石器って皆さんこんな石がある使ってると思うんですけど、それはもう旧石器時代の最初の頃で、もう日本の石器なんて非常に小さい細かいやつを細工してですね木にはめ込んだりなんかしましてそれで作るんですね。ですから今の包丁よりか切れる包丁があったわけですね。素晴らしい技術なんです。それでそれがだから日本では旧石器時代新石器時代で分ける必要なくて、石器時代それから土器もですね、皆さん縄文土器ってなんかね縄の模様がついてるやつを思い出すでしょうけど、学校を習っただけの人ってそういうもんなんでなかなか僕にまた反論してくるんで困っちゃうんですけどね。縄文土器ってのは基本的にはツルツルの土器なんですよ。なんでかって言いますとあれ煮炊きのために作ったんですよ。ですから火をかけても漏れない、しかも割れない、もちろん模様なんかいりません。それから始めたんですね。最初のうちの例なんか見ますとね、栗林なんかこう整然と木が植わってます。桃栗3年柿8年というようにですね、栗は生育が早いし木も少し柔らかくて採掘がしやすいもんですから、そういうものを積極的に使ったっていうのも日本の縄文時代からちょっと石器時代のところまで行きますけどね、そういうところの産物であります。一生懸命稲とかそういうのも中国から来たということを言う人の対する反論がね最近ありますけど、もう本当に日本文化を拗ねてね考えるのが文化人であります。これをやっぱり大幅に変えてもらいたいと思いますね。それから神道、これはもう世界でも本当に誇りを持つ、つまりなんで宗教戦争があんなにあるんですか。キリスト教の信者さんもイスラム教の信者さんもみんな立派な人なのになんで戦争ばっかしてるんですかと、いうふうに私によく聞かれるんですけど、それは神様が正しいということを人間に教えるというそういう宗教だからですね。その中で神道だけが世界で神様が人間に教えないんです。人間に教えるわけじゃなくて、お宮さんに行きますと祝詞ってのがありますけど、それは神様がこう言っておられますなんて言いません。神様、武田邦彦というものがここにおります、よろしくお願いしますというだけです。なんでか、日本人は自然からですね正しいということを学ぶってことなんです。お天道様の下では、嘘をつかない、ね、こういうのが日本文明なんです。自分で考える。現在でも特別に小さい国は別にして主要国で犯罪率10万人あたりの殺人件数なら殺人件数が一番低いのは日本ですから、圧倒的に安全なんです。じゃあなんで日本は日本人って嘘つかない、殺人もしない、そういう文明を作ったかというと、やっぱり自然に学んだからなんです。自分で考えたからです。だから宗教戦争も非常に少ないし、日本の宗教っていうのは仏教がね飛鳥時代に入りましたけど、これは貴族のための宗教でしたから、宗教という意味じゃ鎌倉時代に仏教が入り、それから安土桃山時代にキリスト教が入ったっていうのが正しいでしょうね。一応形式には正しいと思いますが、そういう宗教もですね
神道が取り込んで、まあ偉い人は偉い人でみんな尊重しようと、仏教のいいところも学ぼうと、キリスト教のいいところも学ぼうと、懐が広いんですよ人間はね、日本人はね。こういう素晴らしい日本文明、20世紀の最初には、世界中の国が白人の植民地になったのに日本だけが完全に独立してました。アフリカのエチオピアはね、一応疫病がありまして、半分独立取りました。後にイタリアが侵入しますけどね。それからシャムといったタイですね、現在のタイは、イギリスとフランスの間の干渉地帯として残りました。中国はほとんど国土の大半を植民地ないしは準植民地と取られて、やっとやっと青息と息で生き残ってると、そういう状態でした。日本だけが自分の力で自分の国土を守って、生活をしてた唯一の国家であります。満州国にしても何にしても全く恥ずかしいことはありません。イギリスはインドを植民地してもいいけど、日本は満州国を支配してはいけないというような特殊なヨーロッパ尊敬に基づく特殊な議論をする人はまあ別ですよ。これは別ですけどね。素直に考えたら、日本文明は素晴らしい歴史を持っておりますので、それを信じて一つ我々はやっていくべきだというふうに思いますね。それからこれまでの議論ではっきりしましたように、私たちの自由と平等が失われているのは NHK があるからなんです。もうはっきりしてるんです。 NHK の人たちにまず呼びかけたいんですよ。あなた方がやってることは日本人から自由と平等を奪ってる行為ですから、自ら NHK をやめてください。私はやっぱり人間は自分で分かって、自分で自分が損することを分かっててもね、それをやる勇気、判断、それが大切だと思います。今日は、結論にやや属するし、何をやればいいか。ヨーロッパを尊敬しないこと。日本文明をよく知ること。それ自信を持つこと。そして、絶対に日本を非難するようなことやっていけません。非難するような日本ではありませんからですね。立派な日本ですから。世界で冠たる日本ですから。それから NHK を廃止すること。もちろん朝日新聞はね、あれは新聞じゃないですから。朝日情報操作会社ですから、そのうちなくなるでしょう。ということで、今日は具体的な結論を出しましてね、終わりにしたいと思います。